やっぱ車が一番のめり込みましたかね。ボールを見極めるという部分ではすごくあのバドミントンのシャトルに助けられた。武井正幸の同級。今回のテーマ、武井さんの趣味。趣味、はい、ああなるほど、はい、武井さんじゃないか、どんな趣味。ちょっといろいろ広く浅くだけど広く感じたいタイプなんで、若い頃やっぱ車がすごく好きだったので、ちょっとクラシックカー的なレースだとかにも出たことありますので、乗る乗らないとかじゃなくて雑誌を見たりだとかすごく大好きですね。あとは、まあ、釣りもですから、ヘラブナ釣りだとかそういうものも多少かじったりだとか、ブラックバスがちょっと釣れるような時ってのはもう非常にこう変わった竿を購入して釣れなくてもいいんですよね。トップウォーターという浮くようなやつのすごい可愛いやつを買って、まあ、釣れなくていいんだけどなんかそれを楽しんだりだとか、あとまあゴルフはそのまあ趣味というよりも散歩をする気持ちで、夏場とかは暖かくなってから朝7時ぐらいからハーフだけ回るってことが結構多いんですよ。それでも7時ぐらいから回りますともう9時前に終わりますので、まあ、それから1日が始まるという形にしても全然問題ないので、ちょっと健康だとかいろいろ考えて早朝ゴルフってのも、僕の、まあ、趣味というよりもこれはもう体のことを考えてですね。あともう十数年続いてますけど、前ぬかでぬか味噌の漬物を作るということ、これは結構ハマってまして、まあ、知り合いの方から関西の水ナスという堺の方にですね、時期になるとこう水ナスという美味しいナスがあるんで、それをこう漬物にしたものを送ってくれる方がいるんですけども、ぬか味噌の中に水ナスが入った袋でがあるやつを送ってくれるんですよ。このぬかを捨てちゃうのもったいないなと思って、それをぬか床にして新しいぬかを買ってきてスーパーで、それで前ぬかを作ってきゅうりだとかナス、大根、キャベツ、白菜、みょうがとかね、いろんなものをつけて、時にはちょっとゆで卵をつけてみたり、どんなんなんだろうってちょっとチーズみたくなったりね、そんなことで楽しんで、意外に料理が好きなんですよ。得意料理はね、まあ、中華料理屋さんといいますか、甲子園近くに龍園という昔中華料理屋さんがありまして、天津チャーハンみたいなのが生まれたのはそこなんですよ。で当初西口ライスって言ってたの。天津チャーハン、普通のチャーハンにオムライスみたいに卵をこうかけてあげて、おいで白いあんをダーッと上からかけてあげる。これはもうそこに阪神の若い選手たちと行ったりして、みんなでオリジナルのチャーハンちょっと考えようよと、麻婆豆腐かけたりだとか、なんかエビチリのソースかけたらどうだろうとか、いろいろなものをマスターに無理な注文して、で作っていった時に、西口という今副寮長になってるのかな、そのバッティングキャッチャーとかブルペンキャッチャーなんかちょっとしばらくやってた子なんだけども、彼が卵焼きみたいなオムライスみたいにくるんであんをかけてみたらどうですかと、それがめちゃくちゃうまくて、でそれ商品になったので、西口ライスじゃ売れないからかけふライスにしようと僕がパクらせていただきましたっていうでそれでそのチャーハンをあるテレビの番組で作ったら好評で、だから家でも作ることあります。ちょっとお鍋料理だとかも自分で作るし、僕小料理屋でもう天ぷら揚げるのも得意なんで、そういうのは自分で揚げたりするしますね。だ包丁使えるのもうまいですよ。だこれといって深くガーッといったものってのはやっぱり一時期のやっぱ車が一番のめり込みましたかね。今までどんな皆さんがしてもAC コブラってしてますかね、まあ、古い車だ、アルファロメオの古い車だとか007に出てくるアストンマーチンとか、まあ、そういういわゆる名車と言われるようなものも結構乗らせていただいたんで。何台ぐらいですか。いや結構な数だと思いますね。もうこの年になりますと乗ってなくな車って考えると
やっぱりもうスポーツカー的なものはもう乗れないよね、車高が低いようなやつは。だから現役時代もやはりベンツという車が、まあ、僕らの時代やっぱり成功した野球選手たちがみんな乗る車だったので、特に巨人の選手たちはベンツが多かったので、なんか僕なんかそれ乗るのが阪神としてなんかちょっと変えたいなと思って、でジャガーを乗ったりだとか、ちょっと人と違うことをしたいみたいなあと若い頃はやっぱりユニフォームでずっと野球やっていて、ちょっと遠征なので食事に行ったりお酒を飲みに行ったりした時に、やっぱり自分で洋服バッグ詰めていくわけじゃないですか。ユニフォームじゃないなんか自分の洋服というものをそう自分なりに楽しんだりだとか、そういう時代もありましたね。今日の服装も楽しまれてますね。靴下超可愛いですね。そうそうそう、だからこういうね靴下とかさ、そういうところって結構ちゃんとしておきたいなって考えるタイプなの。だから現役の時はねトレーニングはスキーやってましたから、でまあ足の怪我をするんじゃないかって言われる方いるんだけども、ちゃんとしたインストラクターについてリフトを使わずに頂上まで上がっていったりだとか、距離のスキーあるでしょ、ああいうのだとか、いろいろなそのスキーでやれるトレーニングってあるんですよ。足腰を鍛える。そうで結構ゲレンデってのはね真っ白でしょ、すんごい気持ちがいいの。だから自分の今年やるぞというそういう気持ちにさせるために、野球以外のスポーツからスタートしたかったんですよ。雪山ってのは真っ白なんで、その真っ白のキャンパスに今年はどんな野球の絵が描けるんだろうみたいな、そういうワクワク感が自分にあったんですよね。ちょっと肩を痛めた時はバドミントンだとかテニスだとか水泳をやって、ちょっと肩のリハビリをしたりだとか、バドミントンは初速がすごく速いじゃないですか。ちょっと目を避けちゃうんですけど、シャトルって一回こう縮んだものがふっと開くんだよね。で開いた瞬間に速度って落ちるんですよ。で僕右手でバドミントンのラケットを握るんだけど、それはこっちのサイドに来ると、まあ、こうやって打てるわけだよね。でこれが打ち込まれるとすごく最初入ってパッと目を切っちゃうんだけど、慣れてくるとちゃんと見たらここでふわっとこうボールが止まったように見えてポンって打ち返せるの。だからボールを見極めるという部分ではすごくバドミントンのシャトルに助けられた。もうサントリーの体育館が僕の家の近所にあるんですよ。でその実業団の女子のバドミントンチームの方たちと一緒に練習させてもらったりだとか、だからそういう意味では趣味じゃないの、だからそういうもので結構刺激を受けてましたね。他のスポーツの外でやっぱりちょっと野球に生きてくる、野球に生きてくるというような形で最初はなんか違うスポーツからというかから入って野球に大体方向チェンジで、その違うスポーツで何かこの野球につながるようなことは絶対あると思うのね。でスキー行った時はインストラクターの方に転びますよね、バランスを崩した時に転んでしまった方がいいんですか、踏ん張った方がいいんですかって時に、とにかく膝をかけた柔らかく使うトレーニングだから無理じゃなければ絶対転ばないように踏ん張ってバランスを保ってくれって言われたの。そうするとやっぱ膝って結構ねスキーってすごいのよ。こうスキーってやってる時代ってね皆さん3日ぐらいで帰っちゃう人いるでしょ。やっぱ時間的にそれぐらいしかいけないと思うんだけど、やっぱ僕大体1週間から10日ぐらい合宿って言って練習行くんですけど、まあ1年ごとに行くわけじゃないですか。ほんと1年やってないから忘れてるんだよね体が。3日目ぐらいになった時にとんでもない変化を感じるの。慣れてきてめちゃくちゃうまく滑れるの。僕左の膝怪我したんで、その膝のその柔らかさだとかそういう使い方、そして目の高さを変えないためには膝のクッションってすごく必要なんですよね。あ、これも野球に通じるなと思ったりだとか、まあ、当然水泳なんかはね肩可動域が非常に増えますし、まあ、ストレッチみたいな感じになるから、だから結構水泳も早いんですよ僕。水泳はね僕らの時代ってもうダメだったの、肩冷やすなってことで。ただ今は全ての練習終わった後にストレッチのような形で泳いだりだとか歩いたりだとかする人は多いよね。クールダウンだよね。
そういう意味では多趣味かもしれませんね。現役時代も若い選手だとか裏方さんだとか、まあ、いろんな方たちと食事に行ったりお酒を飲みに行ったりしましたけども、まあ、最初はね、まあ、いろんな食べ物の話だとか、まあ、女性の話だとかなんかたわいないものでワイヤーワイヤー楽しんでるんだけど、まあ、ちょっとお酒が入ってきたりするとやっぱその今日のゲームのことだとか明日のゲームだとか今の自分の野球の状態だとかいろんなものを真剣にやっぱ話し出すんだよね。やっぱりそういうのを感じたらみんなやっぱ野球好きなんだなっていう最終的に周りにいた女性がいなくなったりね、もう野球の話は真剣になっちゃって、まあまあそれは野球につながるためのみたいな。それと車っていうのは一人になれる空間っていうもので好きだったんだと思います。合宿所にいる時ってのは一人部屋でちゃんと一人部屋なんだけども、まあ、共同生活をしている中でそのなんか自分一人で静かにこうなんか考えるみたいな時って車の中って結構落ち着くんですよね。だから22歳とか3歳の時に僕ポルシェを買って乗る暇なんかなかったんだけど知り合いの甲子園近くのガレージを貸していただきましてそこに僕のポルシェを置いてたんだけど何にもない時でも合宿所から散歩しながらそのガレージまで行って走らせないんだけど車の中に乗ってなんか30分ぐらいなんか考えてたりだとかそういう車のその中の空間っていうのもすごい好きだったんですね。一人になれるというだバッターボックスに出るんだよね。サードのポジションとか現役時代の家から球場までの30分ぐらいの車の運転というその中の空間というのは僕すごい好きでしたね。まあ今回は僕の趣味についていろいろ話してきましたけども、まあ、趣味っていうかなんていうかね僕の好きなものみたいなものを話しましたけども、まあ、今僕がいろいろ話した好きなもの趣味的なもの共通する趣味好きなものをその感じた方たちになんか登録をお願いできないかなと思いますので共通の趣味好きなものをお持ちの方はぜひ登録よろしくお願いいたします。